ヤマタノオロチを退治した英雄スサノオノミコトの子孫で、元はオオナムジの神と呼ばれていました。おおらかで心優しいオオナムジの神は、兄弟のヤソガミたちからの度重なる迫害や根の片隅での数々の試練を、その都度差し伸べられる救いの手によって何とか切り抜けていきます。そしていつしか自らの知恵と勇気で決断して行動するまでに成長を遂げ、スサノオノミコトから大国主の神の名を授かるのです。幾多の苦難を乗り越えて国づくりを成し遂げ、やがて高間ヶ原の神に足原の中津国を献上する国譲りに至るまで、波乱万丈の一代記。組曲古事記第2番、大国主の御事編。Thank you.
八十神たちは大名氏の神を妬み亡き者にしようと企てます。大名氏の神はその企みにはまり、一度ならず二度までも命を奪われます。我が子を救おうとする母神の切なる願いがかなって、なんとかよみがえります。そして御言のりに従い根の片隅へと逃れる者の、そこに待ち受けたるはスサノオの御言によるさらなる試練。Thank you.
大名主の神は、根の片隅から持ち帰った行く滝行く弓矢で八十神たちを追い伏せて、大国主の神となり、いよいよ国づくりを始めました。さて、大国主の御事は誠に濃い大き神でした。スサノオの御事の娘スセリ姫を妻に迎えていましたが、あの時は古紙の国のヌナカワ姫に求婚しようと訪ねて行って、姫の家に着くとこんな歌を歌いました。Oh,
たくましく成長した大国主の御事は、宿儺巫女名の神と力を合わせ、また御諸山におわす神のお告げを受けて、足原の中津国を作り固めてゆきました。その後、天照大御神の命を受けて遣わされた竹三日月の神に国譲りを迫られると、大国主の御事はそれをかしこみ、出雲の地に常しえにお隠れになったのでした。神にことごとく奉る。